シンガポール側から見るコーズウェイ。対岸はジョホールバル。コーズウェイ上には3本の水道管が設置されている。シンガポールの地図ジョホール海峡は、マレー半島南端のマレーシア連邦ジョホール州、ジョホールバルとシンガポール島との間の海峡であり、マレーシアとシンガポールの国境にもなっている。ジョホール水道ともいう。海峡中央部には、ジョホールシンガポールコーズウェイが築定され、 道路、歩道と鉄道により結ばれている。シンガポール側にはウッドランズチェックポイントが設けられており、往来が激しい。この調停のため、船で横断はできない。シンガポールは、国土が狭く、高い山がないので、降雨の貯水や海水淡水化や水の再利用では、給水量を賄えな,ない。そのため、マレーシアから減水を購入しており、 水道管がジョホール海峡を横断する。1998年には、西部には橋が完成している。コーズウェイ部分では、鉄道駅、道路、インターチェンジなどが引き続き整備中である。マレーシア側の新しいシック施設は、2008年12月より、使用を開始した。これに伴い、コーズウェイの徒歩による横断は禁止された。ジョホールバル駅東側に建設された。 JB セントラル駅は2010年10月に開業した。また、ジョホールシンガポールコーズウェイ脇に新しい鉄道橋、道路橋の建設計画があり、完成するとコーズウェイのマレーシア側の一部が撤去され、幅75メートル、喫水10メートル、海面上25メートルまでの船舶が航行できるようになる予定である。ありがとうございます。